桜井翔ついに性加害問題に言及も半心配。ザ・ミュージック・デイ、ジャニーズ社フルメドレーの行方。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。嵐の桜井四41が5日放送の日本テレビニュースゼロでジャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏。 個人による所属タレントへの性加害疑惑についてついに言及した。桜井は、ジャニーズ事務所は、話したくない人の口を無理やり開かせることなく、しっかりとプライバシーを保護した上で、どのようなことが起こっていたのかを調査してほしい。あらゆる性加害は絶対に許してはならない、などと見解を述べた。 5月14日夜に藤島ジュリー恵子社長が謝罪動画と文章を発表してから、桜井はこの問題について3回にわたりコメントを避けてきた。ついに言及したことに驚きが広がると同時に、被害を訴えている JR たちに対する配慮の言葉がなかったという声も上がっている。そんな桜井が今年も音楽特番。 ザミュージックで d 2023で総合司会を務めることを先日日本テレビが発表した。7月1日から生放送をされる同番組の司会を桜井はこれで11年連続で務めることになる。SNS ではジャニーズファンからしグループの出演を期待する声が上がり番組名もトレンド入り。一方で毎年恒例となっていた。 ジャニーズシャフルメドレーの行方を暗示る投稿も参見されている。正直ジャニーズファンは桜井さんがようやく重い口を開いた驚きより今年のザ・ミュージック・デイでこれまで通りジャニーズシャフルメドレーが行われるのかという懸念の方が強いんです。ジャニーズシャフルメドレーはデビュー数組からそれぞれ組み合わせを選び他ジャニーズグループの曲を歌い パフォーマンスするという恒例企画。ジャニーズ事務所とジャニーズファンのための企画という色合いが強く、一般視聴者からは、日テレのジャニーズ忖度枠という批判もあります。今年は、そのジャニーズ社フルメドレーの実現を危ぶむ声があります。もちろん、性加害報道の影響もありますが、別の問題も立ちはだかっています。芸能ジャーナリスト。 四角国民的スターフ在のシャフルメドレー。それは5月22日をもってキング、リンチェから平野市要26ら3人が抜けた影響だが、時代も音楽活動しておらず、V6 は解散、嵐は活動休止中だ。国民に広く知られたグループやメンバーが少なくなってきている。最初にシャフルメドレーが開催されたのは2014年。 これまでに時を V6、近畿キズ、嵐、タッキーや翼、ニュース、キャットタン、ヘイ、セイ、ジャンプ、亀梨和也、37、山下智久、38、といった早々たるメンバーが参加してきた。2017年のシャフルメドレーではこの年の24時間テレビのパーソナリティに選ばれていた嵐の桜井さん、キャットタンの亀梨さん。 ニュースの小山慶一郎さんが時代の花唄を披露しました。今年は24時間テレビのパーソナリティに選ばれている何わ男子とのタイアップ企画や、スノーマンやシクストーンズへのメンバーをフル稼働させることが想定されますが、果たしてグループのメンバー一人一人まで国民的に知られているかと聞かれると難しい。 やはり嵐や金プリクラスの国民的人気のあるグループが出ないと盛り上がりに欠けます。コアなジャニーズファンが喜ぶシャッフルも難しければ、一般視聴者が納得する組み合わせを作るのも至難の技でしょう。音楽番組制作関係者、一部のコアなジャニーズファンにしか受けない組み合わせを並べたら、この後に及んで、と日テレが一般視聴者から厳しい目を向けられかねない。 日本テレビの石澤明社長は5月22日の定例記者会見で番組スポンサーへの影響について営業局に問い合わせが2、3あると明かしていた。今年の日テレはどこまでジャニーズに振り切った企画を用意するのか